人形がこの通路を歩いてきたら目の前にこの閃光弾を投げるんだ。うん、いいか、目の前にだぞ。やばい、念押しされとる。ディスクロニア、クロノスオルタネイト。あ、アッシュじゃ。なに、あんなところなんであるっけ。見て、アッシュなの。ここなんかあったっけ。待てや。追いかけるなの。今はおじさんのところに行った方がいいかもしれないのよ。生きてー、アッシュ気になる。生きてー、行ったらダメなんこれ。てかこっちに何かあった？わっ、何しに行ってんのお前。あれ、なんでこんなところ立ってんのお前。おい、こっちでいいか知らんけどさ、気になった気に来ちゃったわ。アッシュ、よかったんだろうかこれ。ここで分岐あるんかな。見つけたのよ。お、ああお前らか。アッシュ、ここで何してるんだ。こんな何もないところでって感じのところで。リリーたちを置いて今まで何してたの。今日こそ懲らしめてやるなの。はは、出た。リリー伝統ぐるぐるパンチ来た。相変わらずだなリリーは。何かを知っとんだろうなこれ、雰囲気が。思い出そうとしてたんだよ。思い出そうと。今ならいろいろつながりそうに思えて。なんかお前も忘れたことがあるのかい。12年前のこと。12年前、アッシーにとって12年前っていくつぐらいの時じゃ。10歳前後じゃない。12年前。お前は覚えてないよな、昔俺が話してやったことも。12年前、なんだろう、この年で実験があったんだ。うん、みんな拡張部に行っちまって、しばらくすると空が赤くなった。ちょうど今みたいな感じでさ、起きている人を探してここに来たら、あの扉の周りで研究員たちが騒いでて。あの扉ってあれ？多分見ちゃいけないことだったんだ。 PV でもあったもんな、エピソード3の PV。 あそこの扉が開いて中に入るような感じの。実験の間は外に出ないように言われてたからな。あの人が俺をかばってくれなかったらどうなっていたか。あの人って。ん？博士の助手、若い女の研究者だ。ああ、この辺りでよく見ていた人だった。アイリンのことじゃねえ。それアイリンのことじゃねえ。彼女は俺に隠れているように言って、あの扉の奥に姿を消したんだ。まあ、この時点で一回会っとんか、アイリンと。俺は言われるまま姿を隠してた。え、助手か。目の前を研究員が行き交って、しばらく後に轟音、被験者が暴走している、東の砂漠に直撃した粒子汚染だ、何かの兵器のことかとその時は思った。ああ、その後あの扉から出てきたのはラムファード博士とマイヤ、それに意識のない被験体。いくら待ってもあの人は出てこなかった。それからずっと探してたんだよな。あ、じゃあここであれか。アイリー未来に飛んだん、このタイミングか。出てこなかったっていうのは未来に飛ばされたってことか。マイヤやお前と仲良くなって研究所に忍び込んだり、観察官になったのも、外の都市と連絡を取っていたのも、存在を消されたあの人がどうなったか知りたかったんだ。そうだったんじゃ。でもまあスパイじゃなかったってことだけ聞ければいいなって思うわ。まさか今になって現れるなんてな。あー、見たら覚えとったんやな、お前も。アイリーのこと。アッシュ、アイリーさんは時間を飛んだんだ。本人がそう言っていた。ああ、まあそうやな。そうなんだろうな。この時代に来たアイリーとさ、多分当時のアイリー、飛んだってことはさ、アッシュが見た時のアイリーと今この時間に現れとるアイリーは全く一緒の見た目ってことなんだろう。ある、俺は局長と話さなきゃならない。リリーたちも一緒に。いや、お前たちはマイヤとノエルのそばにいてやれ。あれ？ずっと後悔してたんだ、俺と一緒になって
12年前のことを調べるうちにお前がおかしくなっていって。僕が？でもね、ケースのところ行かんかったらさ、やられるんだよ。お前が忘れてほっとしたんだ。巻き込んだのは俺だったから。まずい方向を選んでしまったかな俺。もうついてくんなよ。行っちゃったなの。ハル、追いかけるなの。大丈夫かね。ケース盗賊がどんどん離れていってる気がするわ。モールートでよかったのか。直でケース盗賊の方が良かったんじゃないか。てかどこ行ったんじゃ。局長のとこ行くみたいなこと言ったけん、あれか、本部か。おった。ああ、何やってん。どういう状況？ナノ、やめてナノ。近寄るなよ。これは俺の役目だからな。何やってんお前、局長に注目で。どういう状況？どうしてこんなこと。もう話こんぐらい、こんぐらいで話すなお前。知ってるだろ。寝てる。元の年に情報を渡してたってさ。あいつらは時計塔の鍵を確保したがってる。あれが動いてるのはここに鍵があるせいなんだろ。鍵を二つとも揃えて渡せばこの都市を悪いようにはしない。ああ、そういう感じでこの都市を守ろうとしようんじゃ。それならこんなことしなくても局長に話せば。ダメだ、この人は外の都市なんか恐れちゃいない。交渉には乗らないよ。ああ、これは確かにケースさんのレポート通りやな。みんな死ぬってどういうことだ。もうすぐここにシステリアがやってくるんだ。システリアは鍵を狙ってる。アッシュ、協力してほしい。システリアを捕まえないと。大丈夫かね、ケースさん。大丈夫かね今頃。デスクの陰に姿を隠してやってきたところを捕まえよう。あの時の展開でさ、気になったアッシュのところ来ちゃったけどさ、さっきケースさんの方行かんかったらあかんかったかな俺。なの、局長は撃たれないように奥に隠してあげるなの。二人とも急いで準備しないとなのよ。局長がすごいすこやかな顔で寝てる。動かす前にちょっと局長の寝顔見たいんやけど俺。近くに寄れませんか。俺はそこで寄れないね。どっか行っちゃったね。ここから入り口を見張れ。人形がこの通路を歩いてきたら目の前にこの閃光弾を投げるんだ。うん、いいか、目の前にだぞ。やばい、念押しされとる。後ろとかに投げたら効果ないよみたいな。時に炸裂しても目くらましにならないからな。こっちを向いてる時に目の前に投げればいいの。めっじゃあ確認してくる。わかった、これを受け取れ。よしよし、俺も配置につく。わかった、明かりを落とすから注意しろよ。マジか、いけるかな。緊張感あるな、そんな感じで寝落ちされたら。あ、真っ暗じゃん。来よんな。あ、曲がった。もう向いちゃってるの。今投げてもダメかもしれない。あ、探したんじゃな。ちょっと当分機会伺えんな。これ見えてませんか。ところでシステリアからの目線見えとるだろ俺。足は隠れられそうかもしれんけど俺見えとるだろこれ。今なら目くらましができそうなの。いや、こっち向いてないよ。来た。もう気づかれちゃうのよ。ここだ。どうだ？ちょっと離れた場所に投げ、よし来た。いけー！タッチダーン！よし、捕まえた。ナイスー！
先行がすごすぎだよ。控え先行すごすぎませんか今。先行の足上になっとったわ。くそ、おとなしくしろ。大丈夫か？アッシュ。ああ、平気だ。心配すんなよ。よかった。これでアッシュと局長が死ぬ未来は回避できたかな？でもアイリーが時間帯的に手遅れで、何してんの？ああ、ちょっと怪我したか？ハル、アッシュを医務室に運ばないとなの。うん、行こう。大丈夫か？システリアほっといて。これは血痕がある。あ、鍵もある。これは何の騒ぎ。え、局長、あ、そっちに出てたんですね、局長。あー、よかー、局長、助かってよかったっていう思いはあるけどさ、できれば寝顔見たかったなーっていう。俺がおる、局長のこと大好きだわ。こういう美人な女性大好きなんで。ええ、頭が痛む。寝起きだからね。大丈夫よ。話は後で聞くわ。一刻も早く医務室に運んで治療を受けさせなさい。オッケー。おっと、とりあえず鍵確保。やっぱりアッシュがこれを持って、あ、アッシュが持ってた分か。これ、これがあればあの塔の暴走を止めることができる。準備ができたらすぐに君と私であれを止めに行きましょう。ケースさんは？ケースさんはもう死にましたみたいな感じになってるよ。ああ、みんなを助ける道がわからんな。だとしたら特にアイリーなんかどうすればいいんだろう。もう手遅れみたいな感じだと時刻的に。何か気になっていることがありそうね。アッシュについて。アッシュは局長に大事な話があるみたいでした。そう。アッシュが話したかったことに心当たりはありますか？わからないわ。でも、でもアッシュは鍵を持っていたわね。うん、彼が話したかったのはきっとあれに関係することだわ。ああ、でもあれか。さっきのアッシュの話からしたらさ、どうにか塔が襲われるのを止める手立てをみたいな。鍵全両方とも渡して、みたいな感じのこと言おったもんな。おそう。局長、今すぐにあの塔の暴走を止めないと。ええ。準備ができたら、すぐに君と私であれを止めに行きましょう。ロビーにある大扉から、あー、塔の中に入ることができるはず。あそこが入るんじゃ。わかりました。とうとうあそこは入れるんじゃ。体調はどうです？頭痛はもう収まってますか？ええ、薬を飲んで少し眠ったら収まったわ。ここ数日ずっと体調が悪そうでした。え、そうだった？俺はわからん。俺はわからんわ。美人な凛々しい局長しか見てなかったから。そうね。事件が起こってからほとんど眠る時間が取れなかったから。なんか睡眠不足か。無理しすぎたみたい。よくないんですよそれ。確かに大変でしたけど、なんなら俺が肩も揉んであげますよ。大きな話。この都市は直に外からの砲撃を受けるかもしれません。そうね。あれの暴走を止めなければ遠からずそうなると思うわ。時間がないわね。あの塔に行く前に、ん？医務室に運ばれたアッシュの様子を見てきてもらえる？わかった。彼が話したかったことが気になるの。うん、わかりました。俺も気になっとるけん。
そういやさ、どうなんだろうな、動画アップしてる頃ってさ、ディスクロニアのスピンオフ小説が発売されとんかな。東京クロスとアルトデスではさ、一冊ずつさ、スピンオフ小説が発売されたけんさ、もしかしたらディスクロニアでも出るんかななんて、コードがアップした頃には出とんかなみたいな感じに思ってしまうんやけど。とか、やいよったら、アッシュのところに行きました。アッシュ。もしかしたらさ、そのスピンオフ小説の主人公がアッシュって可能性もありますからね。なら、このゲームのさ、登場人物って、どのキャラをスピンオフしても、面白くなってしまいそうな気がするけんさ、すごいよな。大丈夫なのよ。ちゃんと治療が始まってるのが。よかった。アッシュとは、麻酔が切れたら話せるのよ。いつになるだろうな。管理局にも人が戻ってきてるなの。アッシュのことも見ててもらえるはずなのよ。ああ、じゃったら先に別のことをやらなあかんのかな。リリー。上に戻ろう。局長と話をしないと。ナナ、局長にあの塔を止める方法を聞かないとなの。結局ハッシュの話は聞かずに戻るかつになってしまったんで、いけるんかなこれ。ああ。なんかちょっと無駄にこっち来ちゃった感が。仕方ないとはいえ。話聞いてきたよ。あれ？おらへん。あれ皆さん、局長どこに行ったかご存知ではございませんか？局長？おらんのじゃ。え？ってことはあの大きい扉の一緒にあの向こう行きましょうみたいな感じのところにおるんかな？かもしれんな。さっき言っとくんかな？え、でもさ、だったら局長、部屋でも待っとってくれよって話やもんな。何お前、あれなんかある。鍵？え、なんでこんなところに。でももう一つなんか、こっち気になるな。誰？破損状態じゃ。ジェイゼル写真を再生できる。で、これ、過去を見えるな。久しぶり。久しぶりのこの左手の力。エピソード3じゃ初めてです。なんだこの人物。今頃何をしているかしら。泣いていなければいいけど。エレインの親しい人なんか。なんだ頭が。えこれあれか、ハルが医務室にいとる間の話か。疲れているみたい。動向がわかるなこれで。疲れて倒れたみたいな感じになってるけど。え、何？入れ違いで医務室行ったかな。紙室みたいなのがあるんだったらそっち行くかもしれないし、なんかすごい綺麗なのもあるし。あ、12年前の実験に関する機密資料だ。マジで？こんなとこ置いとっていいもんちゃうだろお前。何でもお前ボンとボンに、おお、なんか見える。何？スニアサイオン、ハルのお母さんの話か。代理発言、アルバート・ラムファード。ラムファード博士や、これを書いた。蒸気のものに対する量子観測塔の暴走を故意に引き落とした疑いに対し、当審問では以下の通りの判決。告発対象は、聖書を無視して中枢機構にアクセス。これを暴走状態に陥らせた。行動は計画的なものであり、対象を放置することは危険である。市民 ID は剥奪し、人格強制処置を行うこととする。あ、ソニアがか。ハルのお母さんがこういう事件を起こしたみたいな感じだったんじゃ。で、キーカー良好。ただし、息子の記憶は消せなかったため、虚偽の記憶によって上書きしている。え？で、訓練を完了し、観察官として公務につける。適正検査にて、虚偽レベル2のような能力の低下が確認。人格矯正の影響か。12年前か。12年前の記録。ハルのお母さん、なんか問題を起こしたけん、人格矯正させられたんだ。強制後の被検体を公務につけた。
それってこの資料は保存しておこう。え？なんかシステリアと関係ありそう。とんでもないもん置いてるね、あの人。とんでもない情報こんな机の上置いとるな。で、問題の鍵がこれですよ。局長の観察官気象だ。あ、鍵じゃないわ、気象ね。外してるところ初めて見たのよ。ちょうどこれもう過去が見えるような状態になってる。何のヒントだこれ。プロ局長視点。あれ？局長視点になったの何気に初めてかこれは。あ、鍵ね。え？やっと手に入れたって何？わ、この鍵手に入れたっけ？一人で単独で何か行動を起こしてるみたいな感じになってるやん。あ？え？局長一人で何やってん？一人で何やってん？これ塔やな、おそらく。一人で何かやいよるって。局長一人で何かやいよるって。ソニア、もうやめて。え？え、ちょっと待って。え？何ソニアって。こんなの成功しても失敗しても辛い思いをするだけだよ。あ、局長視点かと思ったらソニア視点だったん俺。私はあの子を取り戻したいの。どうしても忘れられないの。あれ？私。待てよ。え？まさか局長イコールソニアなん？エレンイコールソニアこれもしかして。え？え？そういうこと言いたい？え？マイヤ。あら、そうよね。今マイヤじゃないんだよ。あなただと思っていたわ。え？だって私たちは同じ体を共有していたものね。やはりここで撃たれて疑いをそらすべきだったかしら。どうして？ちょっと、なんかすごい意味が分かれば怖い話みたいな感じの内容になってきてるよこれ。睡眠薬。この薬を過剰摂取すればまるで死んだように眠りにつける。昏睡状態になった後は死なない程度の傷を負ってその体で塔に向かうつもりだった。どうして博士を殺したんですか？邪魔だったからよ。え？局長が黒幕？私はあの塔で行われていた実験をもう終わらせたいの。ディスクロニアの物語すべてひっくるめた上での黒幕なん？博士だってそれは同じだったはず。とても後悔してたから。後悔？そうね、あの人は12年前の実験のすべてが過ちだったと考えていた。でも私はそうは思っていないの。あなたもそうでしょう。私はあの塔に行くわ。あそこで始まった夢を現実にするために。あなたはどうするの？やばい、ゾッとした。もうゾッとするような会話聞こえてきようんやけどこれ。今のさ、見た感じで推理するとさ、ソニアイコールエレインで、で、局長がこれまでの事件の裏を鍵引いとるような感じで、シシリアの中に入っとったんも局長ってことになるんだよ、これ。もうなんかゾッとしてさ、背筋がすが、すごい。局長は、多分、時計塔に行ってしまったんだ。リリーたち置いていかれちゃったの。ゾッとするわ。早く追いかけないと。
なんかすごい情報量が流れ込んできたんやけど、お前ガンドアームかって、お前パーメットスコア6とかになったんだやばい、パーメットスコア6になったんだよ、俺の背筋がさマジかー、みんなしとったそれ。なんだこの声、セシリア、ロビーの方なの？あれか、マイエがシステリアの体に入っとる状態なんか、わざわざシステリアの体に。おう、あー開いてる。で、局長か、あれは。あ、ハル、中身はマイエやな。局長、待ってください。あら、君には見つからずに行けると思ったのに。何をしてんだよ局長。思ったよりここに来るのが早かったわね。局長、時計塔に行って何をするつもりですか？もちろん12年前の実験を完遂するのよ。あんたが完遂する？止めるではなくて。君たちはみんな誤解しているわ。何をだい？ここで12年前行われていた実験は、夢と現実を融合させるためのもの。アストラム・クローズは最初からこの実験のために作られた都市。ラムファード博士はこの実験のために生涯を捧げた。それなのに土壇場でおじけづいて実験を強制的に中断してしまった。ナイトフォールはそのせいで起こったのよ。そうなの？この世界は12年前から夢と現実の間で宙づりになっている。あの気候をユースティスが制御し、夢を現実に置き換えることでこの世界は生まれ変わるのよ。荒廃した砂漠も汚染された海もなかったことになるの。滅ぼしてるやん。現実が夢に置き換わる？ええ、悪夢のような現実は消える。人が夢を見続けることと引き換えに。あなたはこの7日間ほとんどを夢の中で過ごしていた。だけど目覚めるまではそのことに気づかなかったでしょ。夢と現実の境目はとても曖昧なものよ。それが夢だと気づかないならラスボスっぽいポーズやめろお前。わあ、どうの鐘が鳴る。もう時間がないみたい。待てー、マヤ、やばいことが起ころうとしてる。いや、起こそうとしているやな。心配しないで、私があの人を止める。え、一人で行くん？ハルは来ちゃダメだよ。なんで？この先にあの未来がある。私を信じて。待て。行くに決まっとんだろう。開かんの？開かないなの。うわ、マジで？あの鍵がないと開かないんだ。あの人形の中にいたの、マイヤだったなの？そうやな。どうしてマイヤは一人で行っちゃったなの？早く追いかけないとなの。どうやって開けるのこれ？この扉を開く方法。あんのか？研究所の関係者なら知っているかもしれない。リリー、行こう。聞き込み調査か。研究員たくさんおるけんさ、それぐらいだったら知っとるかみたいな感じか。なんかさ、あるんじゃない？鍵以外で開く緊急事態の方法が。